山形県出身の大泉修也選手、24歳。プロ野球独立リーグ福島レッドホープスの外野手として3年目を迎えた今年は飛躍の年でもありました。個人的には目標にしてたホームランの数っていうのが、去年一昨年と比べて大幅に伸びて、オフシーズンの練習の成果が出たところに関してはすごく良かったのかなと思います。福島レッドホープスに在籍してからの3年間のホームラン数を見てみると、1年目と2年目は合わせて5本でしたが、今年は16本。 BC リーグのホームラン王にも輝きました。ホームランの量産につながったのが打撃フォームの大改造です。ボールをこう上から上からっていう意識をもうずっと野球始めた頃から持ってたんですけど、それをこうボールに対してレベルに出してくるというか、平行に出してくるっていう。また筋トレ中心だった練習メニューに1日500から600本の素振りを追加し、新たな打撃フォームを体に染み込ませたことで飛距離が大幅に伸びました。1年間フルで戦える体を作って、去年スイング量を大幅に増やして、それがうまくいったので、今年も、時間があればバットを振るぐらい、振り込んでいきたいなとは思います。福島レッドホープスでは大泉選手以外にも今年入団した石川颯投手が指名の可能性があります。はい、高野さん、イヤホン聞こえてますか？はい、大丈夫です。失礼しました、はい。高野さん、まずプレーやこの練習に向き合う姿勢見て感じたこと何ですか？はい、大泉選手はですね、去年のオフシーズンにメジャー経験がある広島東洋カープの秋山翔吾選手の自主トレに参加していて、そこで野球に対する意識や練習量を見直したと話していました。指名期待大じゃないですか？うん、そうですね、はい、福島レッドホープスからは過去2人が指名を受けましたが、いずれも育成枠は2軍3軍の試合には出場できますが、1軍でのプレーには支配下登録される必要があります。チームとして初めてとなる育成枠以外での指名に期待がかかります。はい、ここまで佐藤記者、そして高野記者に伝えてもらいました。プロ野球ドラフト会議は明日の午後5時からいよいよ始まります。